プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。お待たせ。なんなん今日いきなり呼びつけて。いやこれですよ。何それ。届きました。ジャッカルって書いてるけど、ジャッカル、ジャッカルで今郵送されるってことはもしかして。イエス。あダウンズスイマーインフィニティ 400SF。 400は日本語なんや。あ、買っとったな、そういえば。そう、これは買いました。やば、ダウスイ大好き少年なんで。青年、中年、おっさんやろ。まあね、いいやん、そんなことより、うん、早速開封しようかなって思って。おマジで今日はちょっとこの嬉しさを共有したいっていう、それだけ。それだけの動画？うん、やけんもう開けずに待っとった。ああ、じゃあちょっと開封してよ。開けるよ。俺も見たいよ。ねえねえ、うん、開けます。ちなみにいくらしたんやっけそれ。え、これ2万。高っ。400ってことは40センチってことよね。そういうことよね。そんなルアー見たことないんやけど。待って、出るぞ出るぞ。見てこのルアーなのにこんな厳重なプチプチ。でかっ。うん、まあ高級品やもんな。高級品よ。2万つったらこんな梱包ある？今までなかった。ステラですらこんな梱包ではこうやろ。まあまあ、いや分からん、どうなんやろ。ステラ買ったことないでしょ。でもステラの方が高いやろ。うん、まあじゃあそれはいいとして、うん、まあ応募券とかも入ってます。これは？あ、ご使用の注意やって。うん、400を使うにあたっての。そう、注意して扱わないと怪我をします。怪我をしないようにします。うん、ほらこれですよ。ほんで箱が、かっこいいな、かっこいいな、このシックな感じ。ちょっと見えんけど、うん、文字までは。文字もね、ここに書いたんだよね。ちょっと上に向けて光を。見える？これ。あ、見える見える、うっすら書いてるよね。うん、でここはなんかここ見えるかな、隅で書いたようなインフィニティの文字が。うん、まあ開けますね、そんなことより、はい。うん、早く見せてそのお顔を。これスライド式なんやね。ちょっと早よ早よ早よ、どうやって開けるの。二人で開けないかんね、これ。そう。よっしゃー、まだ姿は見えません。おー、こっからどうするの、こうか。うわー、うるさっ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 。いいか、見せてよ。めっちゃ感動した今。うわーじゃないよ。あー、すごい。おお、素晴らしい。ちょっと出そう出そう。うん、おお、どんだけ厳重なん。はよはよはよ。さっきの絶叫はやばい。いや本当の初見のリアクションやけどこれ。ルアーでこんだけテンション上がれるってめっちゃ幸せじゃない？まあね、初めて聞いたわ。あ、出して、ぶつ持ちしてや。ちょっとフックとかもついてるね。一応こういうスプリットリングと、うん、あとはこういうフック、これ何、3-0かな、うん、くらいな、うん、こ下が 黒やけんかないか、うん、3-0 のフックが3本入ってます、うん、なんかちょっと艶消しみたいな感じのフックでかっこいい、うん、
これは調光前にセッティングします。はいはい、ちょっと待って、でかっ嘘かないよはい、これは何、ダウズスイマーインフィニティ 400SF。 やばいな、バリクソでかい。これね、ここに普通の220があるんやけど、これがダウズスイマーの220後ろに置いとんのにこのでかさよ。いつもなんかさ、うん、ビッグベイトはもうこれぐらいでかくないととか言おるサイズよね。この180じゃないよね、これ220シーバスやん、うん、バケモンですね、これはシーバスのサイズやん。これ釣れるかな、これを食ってくるところが想像できんないけど、ほんとメーターのやつが赤目とかちゃん、うん、赤目はいいね、うん、でも手で持ったらこうなるよもうこれ泳がせやんこれで釣り寄ったら。え、テールどうなっとんそれ。テールはね、この220と比べたらこの樹脂の範囲がちょっと でかいね。素材は一緒かな多分。で後ろが全部その素材の部分になってるってこと。こっから。あー、はいはい、なんか美味しそうやな、プリンプリンでね、うん、あ、ここ空洞や。あ、すごい気持ちいい。下に裂け目がある、見える。ああ、はいはい、多分こう水入るよね。そう、水が入るけん空洞やけど、空気が入って浮き上がるのをちょっと抑えとんじゃないかな。うん、これこんなに重いのにスローフローティングなんや。ちょっと持ってみて。いいんですか、うん、うわ、なんかすごいな、すごいね。あれあれやってしまった。出会っとるな、うん、やば。普通に物として欲しい、ルアーとしてというよりねえ、うん、え、待って、これほんとエルフォリの7 エルフォリの78でぶら下げれる気がせんねんけど、絶対無理やろ。ちょい投げとかも厳しいかもしれない。無理そうやな。いやこれね、多分カメラ越しに伝わってないと思うけど、ほんとにでかい。めっちゃでかいもん、うん、目の前で見たらめっちゃでかい。でかすぎる。え、構造的には一緒なんこれ。いや、ジョイントも一箇所多いんや。あ、多くないな、一緒やな。基本は一緒なんかもしれんな。なんか他のそのヒレの部分とかさ一緒やね、そういう形というか。テール以外は全部一緒に見える、うん、顔もほぼ一緒。え、これテール取り外しできるん？なんか一応ね、金属のピンが入ってるけど多分取れると思う。あ、ピンが止まったよね、ここ。そうそうそう、ここにテールにはピンが入ってで、ここは空洞で、うん、あ、でも違うとこあるわ。何？こういう横の胸びれとかあるやん、うん、ダウスイには、うん、こういうの、うん、こういう胸びれ、うん、これあるんやけどさ、うん、同じように400にも、うん、ここネジで止まってる。元々のやつは違うんや。ネジ止まってない。はめ込んどるだけ。いや、もうこういう形で多分成形したん。そう、多分されてると思う。で、ちゃんと回るんやろ、ここも。回る回る。フックアイもスイベル。まあ、やっぱ使うように作られたよね、ちゃんと。うん、この白パターンとかで投げたらどうなるんかな、これこの白が逃げるよ捕食されると思ってそうそうでもマジでそのデカさやな、これやばいな、これ本当にやばいな、うん、ちょっと俺が買ったボガグリップで。おお、何の動画なん。ちょっと俺にも渡して、うん、ぶつ持ち？そう。おお。もうちょい下でぶつ持ちしてや。おお。
ちょっと尻尾もうちょい落として斜めに上げてほしい。ああいいね。何の絵？素晴らしい。でもこれもあれやろ、我々としてはスイム映像もしっかり撮らないかんのやろ。撮るやろそれは、うん、いち早く出すよ。もうこれは明日撮影して、うん、明後日出します。まあ今土曜日なんやけど。ああ分かりました。はい、なんか最後に今の気持ちとか述べとかんでいい？なんやろ、まあ、とりあえず今日お風呂お湯張ろうかな浮かべてみろ。そう、まあ、ちょっと気になるところではあるよね。お実際の浮き姿勢とか含めて一緒にお風呂入ろうかな、まあ、ちょっとスイマー撮るとして、まあ一緒に寝てや、俺と。じゃ あ今日はでもテールが歪んだら嫌や。それはめっちゃ神経質やん。もう、ちょっとまあ長々と話してもしょうがないんで、うん、この辺で、はい、届きましたよっていう、うん、あの報告でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。さよなら。生きとるやん、うん、生きとる。魚やなこれ。ああ。